どうも、ライオンです。さあ、今回紹介するのは、こちら。30 Minutes Missions Forestieri 02です。はい。以前ね、紹介しました Forestieri 01の、まあ、ざっくり色違い。まあ、いろいろね、違うんですけれども、01の方は白いね、印象の機体で、こちらは、まあ、黒いね、機体になっております。設定の方も01が、無人機であったに対して、こちらは、パイロットが搭乗して操縦するタイプの、有人機になっております。はい。まあ、大体のね、部分は前回ね、Forestieri 01のところでもう紹介したんですけれども、まあ、その違いなんかをね、見ていきたいなと思います。では、パチ組みしたものがこちら。はい、こちらがパチ組みしました Forestieri 02です。はい。まあ、01の白に比べてね、黒い機体、黒いボディがとっても渋くてかっこいい感じがします。まあ、渋くてかっこいいんですけれども、他のね、エグザマックスと比べると、随分こう、小ぶりなので、可愛らしさも、やっぱありますね。はい。設計色の方は、まあ、白いゼロ番に対してね、黒い印象なんですけれども、他の30 Minutes Missions のカラーバリエーションでね、まあ、表記されているカラーでいうところの、ダークグレー、ね、ダークグレーの、ボディが、まあ、大部分を占めています。で、この頭部の頭頂部あたり、そしてこの上腕、そしてこのすねとこの足のね、まあ、靴底とかに当たる部分は、ブラックの成型色になっております。武器は、色は違いますけども、01のものと同じものを持ってます。で、こちらの方にね、バウンドしてますけれども、近接格闘武器、ね、ビームサーベルのグリップがあります。ちなみに、刃は、こういうブルーのね、クリアパーツがここにつく感じで、はい、ついております。で、01の方はね、頭部と胸部、かなり大きなクリアパーツがついているのもね、印象的なんですけれども、02の方は、ブルーのね、クリアパーツが、この頭部のね、カメラのところ、センサーのところにだけついてて、あんまり、こう、クリアパーツがね、目立たない感じです。やっぱり、内側にね、メタリックのキラッと光るような塗装とかしてやると、ぐっとね、目立つかもしれません。光をね、当ててやると、また、クリアパーツの良さがね、出ますかね。はい。後ろから見るとこんな感じ。はい。前腕部分のね、このパーツが外せてっていう仕様なんかも、Forestieri 01と同じようになってます。前腕だけじゃなく、太もものね、サイドのこのパーツも、こう、取り外せて、ね。これではなく別のね、なんかオプションパーツとか、そういうのをつけたりとかして、カスタマイズの幅がいろいろ広がりそうです。また、このパーツ自体をね、他の機体の改造なんかにも使えそうだと思いました。はい。さあさあ、ではですね、まあ、大体ね、以前紹介したForestieri 01とほぼほぼ同じなんですけども、まあ、いろいろと違うところがあるんで、実際に01とね、一緒に並べて見てみるとね、わかりやすいかなと思いますんで、持ってまいりましょう。はい、取ってきました。Forestieri 01です。はい。やっぱり、こう見るとね、色の違いってやっぱ大きいなと思いますね。うん。パッと見、ね、別のものに見えますけれども、やっぱり印象的なのは、この白のボディだけじゃなくて、頭部と胸部のね、このクリアパーツ。結構大きなね、目立つクリアパーツがついてますよね。あと、この頭部のね、アンテナがちょっとこう、獣耳っぽく見えるんで、なんか犬っぽい感じの印象をね、覚える頭部をしていますけども、02の方はあんまそんなことなくて、でも、頭部のね、下半分は同じパーツがついてます。肩とかね、腕とかも同じですね。胸部はこちらね、クリアパーツじゃない、割とそんなに前に張り出していないね、装甲を表現されたパーツになっています。そして、正面のね、一番また下に行くと違うなっていうのが、腰のところね、股関節が剥き出しの01に比べて02はね、フロントのところに装甲ついております。
ちなみにこれは、稼働するので、ね、アクションポーズしてるときにね、足の稼働を妨げないようになっております。で、まあ、サイドとか、後ろはね、腰もね、走行とかないんですけれども、はい。これ不思議なのが、バックパックがですね、上下逆なんですね。はい。わかりますかね。で、サイドにつけているビームサーベルの、取り付け方も上下逆に。はい。全く同じね、パーツなんですけれども、バックパックが上下反対なんですよ。これ私が間違えてつけてしまっているのではなくてですね、01の説明書の方にもちゃんと、はい、このように感じたな、こんな感じで、まあ分かりやすく言うとこの2つとねブロック状のものがどんどんと2個、はい、で下側にね C 型ジョイントの軸があってっていう、あと3ミリ穴の並びがね、上1個、下2個と、ね、3つ並んでおります。はい。で、02の方を見ますと、ちょっと、はい。こんな感じで、はい。上側に C 型ジョイントの軸が来ていて、で、3ミリ穴が下1個、上2つっていう風に並んでおります。で、取り付ける、ね、サーベルのグリップも、つかが下側に来る。そんな感じでね、書かれてます。はい。同じ形のね、パーツなんですけども、0102では上下が反対という、そういう違いなんかもあります。はい。あとはまあ、同じなんじゃないかなと思ってるんですが、ここが違うよとかね、ここも違うんだよっていうのがあったらね、コメントでご指摘いただけたらなと思います。はい。そして、もちろんねあれもついてます、ロイロイ。ロイロイの方は、ブラックの成型色になっております。ああ、はい、なんかこいつは、うん、個人的にはなんかタコっぽいっていうのかな、まあ、本物のタコと違うんですけど、なんかたこ焼き屋さんとかで描かれる感じのね、胴体が上にドンとある頭みたいになってるような、そんな印象を受けます。割と可愛らしいなと思うんですが、はい。そんなわけでですね、まあざっくりとですが、はい、オレスティーリ02ね紹介してまいりました。01との違いなんか見てみてもね、面白いと思いますし、またコンパクトでね、いじりやすく組み立てやすくね、とっても3ミリ穴、C 型ジョイントたくさんギミックなんかもありますし、ね、カスタマイズですっごい遊びやすいね機体かなと思います。はい。今後もね、別の仕様のフォレスティエリなんかも出てきたりとかするんでしょうかね。これを撮っているね、9月の今日は13日か、ね、13日の夜なんですよ、12日だ12日の夜なんですけども、突然ね、プレ版の方からね、新しいプレ版限定商品のねお知らせと予約開始っていうのがねお昼にあったりとかするんでね、あれのまあなんかプレ版限定の仕様違いのものなんかも今後ね出てくるのかな。うん、割とこのサイズね、このギミック、とっても、面白いなと思っているシリーズなのでですね、03、04とまた出てきてくれたらいいのにななんて思っております。はい。では今回はこんなところで、また会おうぜ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。
闇が空を覆う。